お茶、ゆうです。バザーのお時間です。はい、餃子の方、おめでとうございます。はい、興味深きにサバカ芝居のでやっていきたいと思います。はい、昨日はね、ちょっとお休みいただいたんですが、はい、前回の動画で百式チャレンジ、はい、シールドに阻まれるというね、はい、ハプニングが起きまして、はい、そもそもちょっとなんか僕が使いこなせない感も否めなかったんですが、はい、ちょっとね、もう使いやすいようにちょっと改良して、はい、もう一回ね、母体は同じまま、はい、ちょっとアシストと潜在をちょっと変えてきましたんで、で早速、もう新百式になりにね、はい、ちょっと挑戦していきたいと思うんで、パーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、梅マロアグリゲートちゃう。ライルループはね、やるんですけど、はい、こちらですね。はい。では、リーダーの梅マロに、HP、潜在に、一つね、ヒダメージ軽減プラスつけております。で、アシストがね、ガンダムコラボが来たということで、はい。ダブルゼータの時、受動アシタつけております。これでね、チーム HP とチーム回復と、あとは、暗闇耐性になっておりますと。で、こちらがヒソカですね。ヒソカのアシストは変わらず、全プラ強化に、アシスト無効潜在に、HP プラス最上位のやつを一つに、ガチャドラ武器ですね。で、こちらはちょっと変わっております、前回と。はい。カッチャンに、超覚醒全プラ強化、上限解放に、これ、ヒロアカの死柄木の武器ですね。この前弾けたやつですね。サイリアのやつ、一体だけ弾けたやつが、武器にしてます。で、スキブに、10コム強化に、自動回復とあと枝豆があるんで、単純にそのかっちゃんも火力ソースにしちゃおうみたいな感じですね。はい。で、こちらが、変わらず、はい、ライルに、属性無効潜在に悪魔キラー。で、バーテンダーオーディンの武器ですね。一応ね、リーダースキルご紹介しておきますと、火を7個以上つなげて消すと、ダメージの半減効率が50倍、3コム加算、固定値ダメージ、火属性の HP と回復が 2.5 倍となっております。で、このサウの、もう一体のライルも一緒で、フレンドさんも前回と一緒で、アシストの高専内に悪魔キラーで、原画師のサイリアの武器ですね。で、バッチが原画師バッチです。はい、もうちょっとグダグダでちょっと追い返されました、2フロアで。はい、お断りされました、100式から。はい。ただ、100式と行きましょうか。もうスタミナもなくなってきたんで、なんとか、ボスまで行きましょう。それでは、最高。よし。OK。はい。2フロアがね、僕すぐ忘れるんですよね、ダンジョン立ち回り。それ以外はね、全然覚えるんですけどね。OKOKOK。まずは梅丸使って、で、ガチドラ使って、で、これで死柄木使いまして、で、ライルチェンジ、で、ライルチェンジ、で、ライルチェンジ、で、ヒソカ使いますと、指取り戻しますと。で、はいはい。はい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 、で軽減だけ貼ると26秒あるんで、これで、はいはい、はい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 、 OK。 でキーチェックしといて、あ、全体やからね、あんま意味ないんですけどね。 OK。 でここからはもう回復で耐えれるのには変わらないんで、はい、声がね、出ないんです。声が調子悪くて、喉が。よし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 。はい、OK。あ、引き入れてもうた。はい。次7個あるんで、これは熱にしてあげて。はいはい。よし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 。はい、あ、ほら。こうでか。はい。よし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 。はい。OK。OK。じゃあ、これライル。一番火力出るね。ライル使ってあげて。10コンボ強化のやつがね、なんだかんだ一番火力出ますわ。はい。はいはい。で、こんぐらいでいいかな、もう。よし。OK。はいはい。チェック外そうか。水チェックしとこうか、一応。まあ全体しかやってへんから意味ないけどね。
よし。オッケーオッケーオッケー。あ、ファヌーマス。ファヌーマスがね、確かね、もう、耐えれないんですよね、普通に。ニムマル使っといて。で、ライル使いますと。で、死神クイズ出しもて、はい。はいはいはい。はい。はいはい。はい。はい、これで、はい。はい。よし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 。これで。はい、無効貫通も決まったんで、余裕と。で、これで耐えて、はい。で、アシスト持ってくると、OK。で、ライル使って、はいはいはい。8個ある、8個じゃあ9個ありますね。はいはいはい。はい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 。はいはい。はい。よし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 、はい、オッケー。で、これでお疲れ様です。で、プレイヤー目覚めやんね、確か。よし、固まってた。オッケー。で、コットンが金光吸収か。で、ラストのライルが今上がってるんで2000で、とどうしようか。これこうしてこうして、はい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 、これで、ああ、繋がってもった。よし、オッケー、余裕で、次がデバフやったらなおよし。オッケー、ナイス。とりあえずライル使いまして、暗闇を解除しておきたい、この間に。ちょっとシスパ使おうか、ルレットに。ここね、ここね、オッケーオッケー。はい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 、回復もしっかりしといて、ここちょっと怖いな。こんな感じでいいか。よし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 、回復も落ちてるし、オッケーオッケー。はい、オッケー。で、あと2ターンなんで、で、火はいっぱいあるんで、プリシラがね、出てきたら、ほんまに詰むんで、まあ、プリシラはやってる。ライルからしたら一番天敵、ゴーテンからしても一番天敵だったんですけどね。よしよし、オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。んで、ここも、組めるか、組めるか。よしよし。埋めますね。これが火か。よし。はいはい、はい、はいはい。んで、これで、はいはいはい、よし、オッケー、オッケー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 。で、これで暗闇目覚めも終わったんで、で、一番火力できるライルを置いときたいんで、ここでこいつで完璧に破壊すると。はいはい、で、はいはい、オッケーオッケーオッケー、はい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 。で、これで、いや、ちょっと待って、回復がちょっと追加ないかも。あ、大丈夫だった、よかった。よし、オッケー。で、プリシラが出てきたら最後2枚ライル使って、オッケーオッケー、ナイス。ここもここで残してたらちょっとめんどくさいんで、梅丸つこうて、
これで仕上げですよって思って、一番軽く出るライルで、光が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個あるね。よしよし。まあ悪魔キラー振ってるってのもあって、はいはい。あ、うわやばいかなこれ。ちょっとどうかな、どうかな。いやっね、やっとった。いや前か。よしよし、右で頑張るか。最悪ルーレット使っていって、やばい。はいはい、よし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 、はいはい。でこれで分割して、おー、危ねー、これ分割できてんやん。ふい。で、次が、誰だっけ、ロイの血ね、ロイの血。ロイの血ちゃうわ。ロイヤルオークか、ただの。よしよしよし。で、これルーレット確か一旦だけなんですよね。で、ヒソカ使っといて。で、どうせ、闇まで削れたら合格ぐらいなんで、これは。このターンは、はい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 、はい、でここをひーひーで、危ない、はい、 OK、 よしよし、回復もできたし、おい OK、 あ、ルーレットまだ作られたか。まあ大丈夫でしょう。回復は、あ、大丈夫大丈夫、この位置だと大丈夫ですね。で、ひで閉じようか。はい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 、よしよしよし、あぶねえ、コンボはしゃりすぎたな。 OK、 よし、ここでストップしてもうて、あ、無効貫通一旦貼るんで、オッケー、もう極。んで、ここから、いいだけでも無効貫通組んだら大丈夫かな。光の方がいいんかな。どうなんでしょうね。はい。はいはい。はい。で、これでこうして、あー、やっべ、またやってもた。欲張りすぎた、欲張りすぎた、欲張りすぎたけど、いけるかな、切るか、さすがに。よし、OK。で、これ、梅丸のね、上がよく溜まったんで、これ、金銭で良くなったと。あ、マジか、ルーレット。うっとうしいな、これ。一番外れ引いてまうっていうね。どうしよう。どうしようっていうか、ライル打つしかないんですけど、ありますね。ミネルヴァがほんま外れすぎて、あー、あかん、これ押しとこう。はいはい、ほんま連勝がきつい。普通にコンボだけに専念するか。いいダメージ軽減も効いてますね。いやでもワンチャンダメージ、いや、やってみるか。はい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 、で、待って、そして押して、そして枝豆作って、ワンチャン持ち込む。 OK、 よし、オッケー。木の方さえね、削ればコンボ現象がなくなるんで、木の方を削っていくと。そのためにはやっぱ無効貫通が必須なんで、
はい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 、ここでいいか。よしよしよし、はいはいはい、オッケー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 。でコンボ現象がなくなったんで、ここで発光タイプ入ってるよね。だから発光タイプないんか、いけるかな。属性吸収なくなったから、かっちゃんの火力も入るから、はいはい、でこうでこうで、ここで分割できてる方か、僕にしたよし、 OKOKOK、 落ち込んできて、これいったんちゃうかな。 OK、 よしよし、白蓮光さんよ。ちょっとだけ心配なんで、いやでも無効貫通いかなあかんか、削れないんですよね全然。いやこれあり削っちゃうかもな。一応削れた時のために一旗打ってきます。はい、はいはいはい、よしよし、はい、こう回復になったら、あーちゃず回復になったらと思って、あ、その回復満タンやった。 OK、あーやばい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 な、これやっべー、列で列で列で、はいはい、これでや、はいはいはい、もう一旦ぐらいいけるかな。おーしよし、この感じやと火力を抑えたら、よいしょ、回復だけ分割、回復だけ分割、火分けさんように分けといて、待ちになってる。わあ、どっけたか。ちょっと。よしよし。オッケー。これで、ライル使って、イスとか使って。これはまあ光だ、木だけ組んだらいけるんか。しようか、はい、よし、でこっから、あー危ねえ、 OKOKOK でこれ使って、かっちゃんがどうしようかな、これ4ターン変数でしょ、4ターン変数ありか、別に残してても。どうしよう。ここで。ここでいいか、ちょっとトゲ抜きに、控えめにトゲ抜きしに行って。OKOK、回復次だ。遅い。よし。で、ここでもう梅丸が溜まるなんてこともないんで、弱体化。ここっすね、弱体化を気をつけないといけないんで。よーし、よしよし。
で、ここでこうして、はいはい、うわっ、光1個出た。まあまあまあ、でもメマロがいるんで OK。 よしよし、はい、 OKOKOK。 でメマロ使って、これで仕上げです。うん、逆の方が良かったな。んで、ここで、はい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 、あとちょっと回復に全集中して、よし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 、 OK。 はい、 OK。 かっちゃんは割ともうどうでもよく、どうでもいいというか、ガンガン使っていこうか。いや、もういいか、別に。うーわー、マジか、盾忘れてた。やらかしたー。いや、これ全然ありやな。全然ありっすね、これ。この編成全然ありっぽいっすね。くっそ、ミスった。ヒソカ使うタイミング忘れた。いや、ちょっと待って。これ、耐えたように、この締めの挨拶使っておきます。ここまでこれ変かったように。はい、見てくださった皆さん。ありがとうございました。これでちょっとね、ライルチャレンジ、パート2ですか。はい。これが完成形っぽいですね、でも、この編成の。いやー。はい。それではね、この辺でお開きにしたいと思います。見てください。皆さん、ありがとうございました。はい。次こそ、百式、新百式取りに行きたいと思うんで、よかったら、なんか意識した方がいいよとか、組み方、アドバイス等々ございましたら、お気軽にコメントにくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私、ゆうでした。バイバイ。